これはいつかどこかで紡がれた誰かのための物語。記憶のほとんどをなくしたあなたがたどり着いたのは、人には見ることのかなわぬ秘密の学園。そこではペンタグラムと名乗る少女たちが真の淑女となるべく仲良く楽しく学んでいた。教師という居場所を与えられたあなたは、年頃の少女たちに振り回されながらも忙しい日々を過ごすこととなるが、しかしその楽園のごとき華やかさは、やがて来る騎士と呼ばれる男たちとの壮絶な戦いの序曲に過ぎなかった。その精霊と存在を今新しき術にエルスノバ第五領所属アルスノトリアです。ギフトはヒーラー、あと何が聞きたい？第五領監督生クラス委員長のピカトリクスですわ。退屈なんて文字はメルちゃんの辞書にはありません。私は何事もいい加減にやりたくない。そして予期せぬ騎士との遭遇。アルスノバ星と共にあり。王と禅の名において禅的堕落と認証する。笑うアルスノトリア。あなたは魔法使いですか？事前登録受付中。